はい、こんにちは、営業者木のりです。さあ、今回はですね、もうガッチガチの初心者、何もやったことないっていう初心者をちょっとね、全く初めての状態でレッスンさせてみしてみようかなと思って、そういう企画ちょっと用意しました。ちょっとモデルになってもらうのは、うちの撮影スタッフなんですけども、ゴルフ自体はもうやったことないに等しいよね。OK、じゃあちょっと一回登場してもらって、まあ、ちょっといろいろこう、僕はちょっとこうカウンセリングというか質問とかが入るので、ちょっと一回じゃあいろいろ聞きたいことがあるので、ちょっとじゃあ来てもらって、じゃあカメラマンの青木くんです。まあ、ちょっと僕はタカって申し上げますけど、はいはい、じゃあ、タカ、じゃあ全くゴルフでやったことないっていう状態だったんですけど、はい、まあ、リアルに俺がじゃあ初心者をレッスンするときって、まあ、大体こうやってやるんだよねっていうところだけちょっと今日は聞きたいなと思って、まあ、ボール打つところぐらいまでちょっと導入ぐらいまでいこうかなと思います。はい、とりあえず、スポーツ歴とか何かある？野球を3年とテニスを6年。うん、お、じゃあもうゴルフ絶対うまくなるな。その時点で大丈夫です。はい、で、あとはなんか、痛いところとか怪我してるところとかある？は特に。特にない、はい。じゃあもう万全ですね。はい、なるほど。はい、じゃあまず、野球とテニスっていうこの道具を使うスポーツやってきた人は結構最初からクラブ触れちゃうことが多いんだけど、とりあえずもうなんかあんまりこう先入観がない方がいいので、とりあえず自分なりに、この今日は7番アイアンか、アイアンでまずやってもらいたいんですけど、自分なりに何球か球を打っていくか。あ、はい、もう、打っていく。何も握り方とか、はい、もう全く無視でいいです。はい。なんで、まあ、ちょっとね、うまく当たらなくても空振りしても何でもいいから、はい、ちょっと球を打ってみてもらっていい？はい。おぉ。もうゴルフっぽいじゃん。本当ですか？うん。正直ね、はい、結構上手。あ、本当ですね。何が上手かっていうと、まずクラブ自体のうまく、ある程度触れてるっていうところと、はい、あとね、形的にももうゴルフっぽい。ゴルフっぽい。ゴルフっぽい。ちゃんとゴルフっぽいスイングにできてる感じ。だから、はい、まあ、なんていうんですかね、ゴルフしてる姿とかって人も見たことあると思うんだけど、大体スポーツやってる人とか、運動神経がいい人って、ある程度なんかこんな感じだよねっていうのが、運動神経いい人って、まあ、こんな感じでゴルフってするよねを今結構できちゃってるんですよね。あ、まあ、それを想像すらできない人もいるから。まあそうです、もう全然こうもいる人もいるし、こうにいる人もいるし、全然こうやって今みたいにタコに綺麗にこうやって握ってる人もいないんだけど、はい、そうだからすごい綺麗です。はい、はい、で、まあちょっとね、とりあえず握り方とかっていうのは正直どうでもいい、はい、うん、極論どうでもいいんですよ。はい、なんで、まあ、いろいろこう握り方の基本とかっていうのもなんか合うんで、ストロング、まあ、フックグリップとかいろんなあるんだけど、はい、とりあえずまず今日はもう何の握り方でもいいから一番握りやすい握り方で握ったらどうなるっていう感じで一回、ね、どれが一番握りやすい、もうパッと握ったらどう、ここはもうなんかこういう握りが10本。ああでも大体それゴルフの握り方、ちょっと一回カメラに見せて、はい、もうこの時点でね、この人の握り方ほぼ完成してるんですよ。ある程度、もう全然だから、すごい綺麗、綺麗。もっとね、広い握り方の人が全然、こんな人もいるし、全然いるんですよ。はい。で、一番ナチュラルなのは、何も前情報なしで、はい、握って、はい、両手で握って、そう、そうでしょ、もう一回いきます。で、今度は左手が後ろで、そっち、で、右手が、そう、こう、こう、こうやって。もうこの時点で、綺麗にめちゃくちゃ握れてるんで、もうこのバランスでいいんです。そう、今なんで何やったかというと、何もない情報なしで下で、じゃあ手の左手の位置はこうで、こうでじゃなくて、パッと横に行ったら結構整体してちゃんと握れるんです。だから前に出された状態で、はい、出された状態で握ってるの、これが一番ナチュラル、自然体。なるほど。そう、だからもうこれでいいっていう感じで考えてるので、はい、うん。で、じゃあ次にやるのは、まあ、ゴルフスイングっていうところから一旦外してもらうんだけど、
まず、まあ、道具を扱うスポーツです。そもそも言うと。基本的に、まあ、テニスでも野球でもそうなんだけど、道具を使うスポーツっていうのは、基本的に道具の扱い方はちゃんと覚えない限り、体のことをいくらやっても意味がないんですね。はい、だから、まず道具をちゃんと扱った状態で、まずいけるかというところからスタートするんだけど、まあ、とりあえず最初は、これ逆さまに行ってもらって、ただの棒状態にしてる。そうそう。ゴルフクラブって普通に下重い方向に見えるのがそれで逆さまに見てもらって、ただの棒です。で、右手一本。うん。右手一本で、単純に、この、こいつ、インパクトバックっていうんだけど、このクッションを叩いてもらう。ただ叩く。いいよ。ただ叩いて。お、うまい。はい。もうこの時点で、この人は、もう叩ける体勢にあるっていう判断なんです。で、今のちょっとじゃあもう一回左手で持っていい？左手で。はい。上手上手。はい。ちょっと叩いて。はい。叩いて。そう。じゃあ両手。はい。ちょっと叩いて。そうです。じゃあちょっと正面のカメラにしたいんで、この状態で叩いてもらって、まあ、右手一本で。じゃあ左手いこう。両手いこう。もう、なんとなく多分正面のカメラ見てる、ゴルフやられてる方は、もうこの人、クラブ触れてんじゃんっていう感じになってるわけです。で、今何やったかっていうと、ちょっと欲しくなって、単純にこのゴルフクラブっていう、棒、ただの棒だよね。棒で物体をただ叩いてくださいって言った時に、もう当てようとかっていう思考ってあった。ただ叩こうと思ったら、そうだよね。そうなった場合、勝手にこうやって叩きやすいポジションに収まる。はい、何も考えない。そう。で、まあ、どこに上げようなんか、まあ、何も考えてないんだけど、もう今上げてるポジションって、もう勝手にゴルフスイングの正しいところに上がっちゃってる状態なの。今、タカ何が良かったかっていうと、これ叩こうと思ったら、こういう体勢なんです。叩ける体勢。そう。叩ける体勢で、叩くっていうものに関しては、このまま、ちゃんとリリースできてる。リリース。まあ、要は、下手な人って、これですら、こうなっちゃう。そう。ただ単純に、トンカチとかイメージしてもらうと、トンカチで首刺してくださいっていうときに、これなんかどう下手な人とこうなっちゃう。これ今横だとしたら、こっちに釘打ってくださいこうなっちゃう人ってなんかうまくいけそうな感じしないよ、ね、でもこれに釘打ってくださいって言った時に上手い人ってこうなっていく。だからもうこの時点で使い方とかはめちゃくちゃ綺麗なんです、はい、だからまあどう振るとかじゃなくて、ただまあ右手でこうやって今のポジションが右手の使い方です。左手も同じ。左手もこれただ叩いてくださいって言ったらこういう肘の伸縮、伸展があったり、別にずっと伸ばした話じゃなくてもいいんだけど、とりあえずは叩いてくださいって言った時にちゃんとこうやって腕が伸びたリリースができる。でもさっきのただボールを打ってくださいって言った時にゴロみたいなのめっちゃ多かったの。はい、ボールがなかった。そう、あれは当てようとしてるから、どうしても先端を棒に当てようとすればするほどこうやって先にこうやってヘッドが当てたくなっちゃう。そうすると重いものっていうのが先に落ちようとするから下にこうやって当たりそうなの。それをこうやって体がこうやって反応して縮込ませてやるから肘がすごい、さっきのこうやって窮屈に見てたのね。でも今ただ叩いてくださいって言ったらこうやってバンって当たった時に伸びてる、はい、そう。だから基本的にはもうこう叩くっていうところからまずゴルフスイングって形成していくっていう感じになるんだよね、はい、そう。でもまずこれが大事ですよ。じゃあ今度はゴルフクラブとしていきます。なので下こうですけど、これで叩いてもらっていい？右手一本。まず右手一本。はい。ただ叩いて。あ、うまいうまい。超上手。はい。じゃあ両手は？両手。あ、いいね。本当にいいけど、腕って勝手にこうやって伸びてるでしょ？はい。そう。すごい綺麗。で、力もちゃんと伝わってるから。はい。そう。もうこれなんです。はい。で、これできました。ってなってきた場合、じゃあ、ボール打ってみましょう。で、打つんだけど、打ちながら、これごと叩いてもらっていい？打ちながら、はい、はい、叩いて、これごといこう。あ、いいね、はい、もう一回、はい、大丈夫。叩いて、
そう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 、今のも結構ちゃんとクラブをブンって触れてくる、はい、はい、そう、今このこいつごと叩いてってなってる場合、当てようっていう意識って減るのかなかったですね。なんもないよね。そうそうそう、なんでこういう大きな物体をまず叩こうとする動きっていうのが、まあ、人間のナチュラルな動きを引き出してくれるって感じ。自分で考えたのではなくて引き出すのが最強だから、基本的にもうナチュラルに自分のやりたい動きができるようになってくるっていうのがすごい大事なことです、はい、で、じゃあここからもうちょっとスイング形成していくってなってきた場合、ウォールスイングっていうのは、まあ、大体2つの振り子によって形成されるんでね。